を拠点に活動しておりますダンス&ボーカルグループアイリールです。よろしくお願いします。はい、私たちは今年の春頃デビューを目指して現在ライブ活動を重ねながら武者修行をしています。はい、今日アイリール始めましての方どのくらいいらっしゃいますか？結構ので今日は自己紹介させていただきます。はい、はい、元気いっぱい変顔が大好きすぎる19歳みゆです。ありがとう。今日はね、たくさん声出してくれると嬉しいです。お願いします。はい、アイディール最年少17歳のなつきです。よろしくお願いします。なつき、ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。今日は声出しが OK ということなので一緒に名前を叫んでいただきたいと思います。それではいきます。大きな声でお願いします。アイリール高専のミクです。ありがとうございます。今日も一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、皆さんはじめまして、アイリール候補メンバーのゆきのです。私はみんなから天然キャラと言われています。よろしくお願いします。はい、アイリール候補生リーダーのことみです。よろしくお願いします。リーダー、ありがとうございます。はい、今日はですね、物販をそちらの方でさせていただくので、アイディールと一緒にチェキが取れたりグッズもあるのでよかったら買っていってください。その時にフライヤーもお配りしているので、そこで QR コードがね、ツイッターのが載ってるので、ツイッターもよかったらフォローお願いします。イベントの情報とかもどんどん載せています。で、今後のイベントなんですけど、28日水曜日にオーバーザトップっていうイベントに出させていただきます。アベノクミニホールで出演するんですけど、それは予約制なのでよかったらアイディールで予約してください。お願いします。お願いします。はい、それでは、次の曲に行きたいと思います。次の曲は自分自身を飛行機に例え、そして、どんな風も切り裂いてどんな困難も乗り越えていこうという勇気のもらえる曲になっております。ぜひ歌詞にも注目しながら聴いてくださると嬉しいです。それでは披露させていただきます。テイクオフ。この世界にこの
かけら拾い集めて、どこまでも突き進んで、ネバギバ、まっすぐに前を向いて、肩の力を抜いて、心の鍵を開け、今しかない時でいこう、広い空、虹の向こう、まだ見ぬ未来照らして、のアニマルパークさんのイベントに出演させていただいてます。その中でいつもお世話になってくださっているスタッフの皆さん、そして出演者の皆さん、そして本日お集まりいただいたファンの皆様がいてからこそ、私たちがこうしてパフォーマンスすることができています。本当にありがとうございました。ありがとうございました。本日この後また並行物販をさせていただきます。次の私たちのアイディールのストアイディールの何でしょう、もうダメだ。次のアイディールのステージは15時からあります。なので皆さん、そちらのステージをまた見に来てくれたらと思います。お願いします。以上アイディールでした。ありがとうございました。